예쁜 마키 여러분 예쁜 예가 지도를 생고리 고리 こんにちは、 마키 です今回はですね、ディエゴが小学校1年生になるんですけれども、教科書が届いたので紹介しながら勉強していきたいと思います。外国に住んでいる、日本国籍の小学生は教科書を無料でもらえるので、自分の住んでいる国の、大使館に問い合わせてもら、欲しい方はもらってください。外国に住んでると日本語を教えるのは簡単ではありません。日常会話はするんですけれども、やっぱでも学校に行くにしても現地の学校で現地の言葉で、教材も日本の教材はやっぱ手に入りにくいので送ってもらうとかいう風になってしまうんですけれども、でも今回、ディエゴが、小学校入学にあたり、日本政府からですね、教科書、教材の配布ということなので、無料でもらえるということなので、大使館にお願いして、もらいました。例えば、イギリスだったらロンドン、ポーランドだったらワルシャワなどに、日本語学校、日本の学校があると思うんですけど、そこだと、やっぱ日本人がやっぱ大勢で集まってお話ししたりという感じで、授業もあるみたいなので勉強できるかと思うんですけど、やっぱこんなど田舎に住んでると日本人も周りにいないし勉強もできないので、もう個人で親が教えるしかないんですけれども、もし他に外国皆さん住んでいるんであれば、こういう教材ももらえるので、皆さんも参考にして大使館などに問い合わせてみるのもありだと思います。今回配布してもらった、教科書を紹介していきたいと思います。はい、今回もらったのが、はい、まずはこちら。国語です。国語。一年生こんな、初めて、こんな感じです。で、書写？書くやつかな？こんな感じです。新しい算数が2つですね。新しい算数が2つ。で、道徳。新しい生活。と、図画工作。音楽です。まずは国語の本から。開けてちゃった自分で。読める？これ読んで。リイテンイテンイキ天気。いい天気。いい天気。いい天気でしょ。これ読める？いつね、命つじゃない、ち。ち、命。いち。いち、いち。ねんでしょ。一年生になったら。はい。一年生になったら、はい。友達100人できるかな。なんかあいうえおの、やっぱ最初はあいうえおからの練習ですね。はい。なんて呼ぶの？いい天気。あ、いい天気。はい、次。わかる。次なんて呼ぶの？これ。はい。わかる。さあ。さあ。あ、さあ。さあ。いこう。行こう。行こう。はい、ディエゴ、これは何？読んで。
1、2、3、4、5。はい。これは色を塗るのかな？塗ってください。塗るのは分かってるよね。書いて。りょうご、今何書いてるの？3。で、今何書いてるの？4。はい、終わりました。はい、終わりました。りょうご、日本語のお勉強どうですか？どうですか？難しい？難しいけど、うん、何？ちゃんと答えて。何？難しい？難しい。難しい。でもどう？新しいお本。ディエゴもう小学生だよ。お勉強できるかな？できるよ。頑張ってよ。だ。これからディエゴは毎日1年生のお勉強していきたいと思います。じゃあねー。またね、バイバーイ。バイバイ、これバイバイ。Thank you.